はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、きなです。今回は新しいね、レジェンズのお知らせ入ってます。というのも、メンテナンスのお知らせですね。この前のゆるレジェで大型アップデートが実施されるって言われてたと思うんですけど、それについての情報が載っていたんで、紹介していこうと思います。これね、すごいですよ、皆さん。まず、明日のメンテナンスですね。あ、明後日か、ごめんなさい。明後日のメンテナンス。朝の9時から19時まで、サーバーメンテナンスというか、まあ、すべてね、接続できない状態になるんで、注意でございますね。で、これ、アップデート内容、見ていきます。シャロット強化ミッションの報酬内容を変更いたします。これはどうなるかわかんないんですけど、これまでが確か石千何個みたいなもらえてたと思うんですけど、石の報酬が増えたりすると、まあ、初心者にとってはね、ありがたいかもしれないですね。で、これ、過去に開催した全開アウェイキングガチャをいつでもプレイできるようになります。これやばくないですか？むちゃくちゃ嬉しいんだけど。はい。てなわけで、この、今、ケフラだったっけ？ケフラまで、全開覚醒してたと思うんですけど、もうそれまでのね、全開覚醒のキャラクター全部出るようになります。はい。まあでもね、逆になんで今まで期間限定やったねって思うところもあるんですけど、まあずっとね、実施して欲しかった内容だったんで、クソ嬉しいですね。例えばなんかガチャで全然新キャラクターがあんまり欲しくないキャラクターやった時に石が結構余ってんなとか、あとは、石2万個以上でね、ちょっと消費したいなって思ってる方もいると思うんですよね。だからそこら辺を全開ウェイキングで消費できるっていうのもでかいんじゃないかなと思いますね。うん。これクソ嬉しい。でございます。で、その他のアップデート。ってなってますね。で、その他のアップデートについての情報をちょっとこれからスライド移して、喋っていけたらなと思っていますね。イベント限定キャラクターは全開ウェイキング、復刻しないみたいなんで、まあ、レジロ系とかね、この前の21号とかはちゃんと作りましょうっていうような感じとなっていますね。はい。でございます。で、はい。てなわけで、ここからはですね、この前のゆるレジェで紹介されていたアップデート内容について触れていこうかなと思います。まずこちら、レジェンズランキングの実装って書かれてましたよね。イベント PVP 特定のアイテムの入手など、ゲーム内の行動や結果がポイントとなって、ユーザーと競い合うと。これなんですけど、なんか個人戦のギルドみたいなね、感じで言ってはりましたね。なんで、この前のね、動画でも紹介してるんですけど、エネルギーとかをね、ふんだんに使って、あと冒険書とかを回しまくって、基本的にポイントを稼いでいくっていうようなランキング実装がされるみたいですね。これめっちゃ嬉しい人多いんじゃないですかね。これまでのレジェンズってもう PVP 中心みたいなところあったじゃないですか。ただその PVP 以外の場面でもプレイヤーと競えるっていう部分がねあるんは結構なモチベーションにつながると思うんで、僕自身もちょっとねプレシーズンが今後実装されるみたいなんでちょっとやってみたいなって思っていたりしますね。うん。で、こんな感じのランキングが実装されます。報酬についても意思が移ってるっぽいですね。なんで、そこをね、まあ、しっかりと、まあ、やっていきたいというか、はい。まあ、面白そうな内容が実施されます。はい、そしてこちらですね。フラグメントの最強化オプション追加。フラグメント赤ランプまで最強化するオプションを追加されると。これは、この前から言われていたユニークフラグメントですね。専用ユニフラの、3スロット目がね、だいたい選択制になってるんで、キツブでね、毎回止まっちゃうっていうのが結構な、はい、ストレスポイントだったと言ったわけで、そこをね、解除するための、はい、方法となっていますね。これも、まあ、フラグメント厳選勢というか、普通に PVP やってる人からしても嬉しいですよね。うん。あとはまあ、普通に、ゴールドフラグメント、通常のゴールドフラグメントでオール赤にしたい方とかにも結構おすすめの機能になっているんじゃないかなと思うんで、うん、嬉しい人多いと思いますね。で、専用ユニフラ、まあ、最近登場してないですけど、これからもね、新 LL のユニフラとか、バツバツ登場してきて、同じようなね、感じになってくると思うんで、これまでのフラグメント、だけじゃなくて、これからのフラグメントに対しても、このね、機能が活かせるっていうところが嬉しいですよね。はい、こちら、ドロップボーナスの表示追加ってわけで、レイドボーナスとか、共闘かなの、メダルがね、多くもらえたり、あとは Z パワーとかも多分、ボーナスのうちに入るんですかね。うん。で、ドロップ数にボーナスのかかるキャラクターには、リボンマークを追加ということで、これね、いつも、元々のね、ブーストのキャラクターと、特攻キャラクター、プラス、その、
メダルが多くもらえるキャラクターって見分けがつかなくて、しかも画面がね、いちいち切り替えて、また見てっていうのをしないといけなかったんで、まあ僕の場合だと、その2巻末で、写真とか撮ってみたいなのができたんですけど、まあそれでもめんどくさいじゃないですか。そこを、削減するための、実装というわけでね、これも、まあ、レイド周回税。いや、周回税というか、普通にプレイするだけでもめちゃくちゃありがたいですね。はい。わざわざ、お知らせと、キャラクターボックスを行き来しなくてもいいっていうのがあるんで、手間が省けると言ったわけで、かなり嬉しい、機能になってるんじゃないかなと思いますね。うん。今回で言うとね、ぶっ続けレイドがやってるんで、一週間ごとにね、ボスが変わって、ボーナスキャラクターもおそらく変わると思うんで、はい。そこら辺をね、はい、切り替えやすくなるというか、うん、素晴らしい機能だと思います。はい、で、最後ですかね、超次元共闘の属性変化にアクションを追加ってなってるんですけど、これはちょっとよくわかんないんですね、僕は。しっかり放送見れてなかったんで、なんか詳しいこと言ってはったかわかんないんですけど、とりあえず共闘のね、仕様が若干変わるみたいなんで、そこにも注目していきたいところですね。はい、そのわけで、今回は、水曜日からのね、アップデートについての情報が一部公開されていたので紹介していきました。いや、前回アウェイキングの復刻はマジでやばいですね。うん。まあ、これからのね、レジェンズどんどんね、システム良くなっていくと思うんで、これを機にね、また復帰したりっていう方も増えてくれるといいなと思います。そのわけで、今回の動画を終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よっしゃー！そしてこいつが、スーパーベジット！俺を倒して証明してみな、お前の強さを。よっしゃー、メガスーパーベジット。あれだけいろいろ合体してその程度とはな。いいもんになるぞ、覚悟はいいな。倒れ、たまには苦戦してみたいもんだぜ。俺は悟空でもベジータでもない。俺は貴様を倒す者だ。フュージョン。俺は貴様を倒す者だ。クライナー、行くぞ。少し本気を見せてやる。では覚悟しろ。これが最強のフュージョンだ。